えっと、こんにちは。現在、コンサルティングファームに勤務している5年目の新米コンサルタンです。非常に激務で正直続けられているか不安です。長時間の残業というよりは品質に関して厳しいチェックがあるため、えー、詰められるという状況に耐性がありません。このまま続けていくべきでしょうかヒロキさん、精神的に追い込まれたとき、どのようにストレス発散をしているかもお伺いしたいです、えーと。僕、精神的に追い込まれたということがないのでわからないんですけども。 えっとそのなんかね僕がその好きでやってる行為で水とか飲み物をあの音を出してズルズル吸うっていうのがあるんですよね。あとあのね息を歯の間からこう吸って出すとか、まああとはなんだろうな家帰ってその映画とかゲームとか没頭するものを割と見るのが好きとか。 そのあの要はストレスってストレス値って同じことを考え続けてるとずっと上がってくるんですよ。いや悩みとか嫌なことがあるとストレス値ってずっと上がるんですけど例えば息止めるとかってやるとその息を止めて1分ぐらい経つとめちゃめちゃ苦しくなってその仕事のこととか考えられなくなるんですよね。 っってていう状態になってそのあの考えられない状態になってこうぜいはぜは戻るじゃないですか。で戻ってまいった息止めるとかって何回かやってるとそのなんどん薄れてくるのでスストレがが下がるんですよなんでそのまあ映画とか好きなものを見て没頭するでもいいしその息止めるとかでもいいんですけどその嫌なことを長時間考え続けるっていうのをやるとストレス値が上がり続けるのでそのリセットをするっていうそのテクニックをちょこちょこ覚えるといいんじゃないかなと思います。